今回はねライダーのために作られたんじゃないかって思うぐらいのね、カメラバッグを紹介したいと思います。まあボックスをねつけなくてもね軽快に走れたらっていうこともあって機能的でおしゃれなショルダーバッグっていうのはずっと探していたんですけど、まあ、やっとね見つけて気になってたんですけどもちょうど PGY テックさんから、このカメラバッグをご提供いただくことができました。ありがとうございます。まあ、それでね、今回はこの PGY テックの1号ショルダーバッグ10リッターを紹介したいと思います。まあ見ていただいて分かるようにねスタイリッシュでかっこいいバッグなんですけどもこのマットな感じもいいですね。デザインおしゃれで、まあ、もちろんねおしゃれだけじゃなくて機能的なバッグなんですけどもまずね大事なのがそのバイクでね使えるのかどうかっていうところがね、一つポイントになってきます。でやっぱり世の中にカメラバッグとかっていっぱいあるんですけどまあショルダーバッグにしてもそうなんですけどただそのライダーが快適に使えるっていう条件になるとまたね選択肢すごく狭まると思うんですよね。でちょうどいいのがねやっぱりこのショルダーバッグなんですよ。こうやってると背中を密着しないで熱くないですしリュックほどではないけどもそこそこ荷物が、はい、詰めるっていうことですごく便利だと思うんですよね。でただショルダーバッグの場合はこういうふうにバイクで動いてるとこうずれるんですよね。それがやっぱり嫌で乗りにくくなってね負担だったんですけどこれがね優秀なのがこういうねストラップがついてるんですよ。これねこっちここに引っ掛けるところがあって、はい、でここにもあるんですね。ここにね引っ掛けるとこういう風にこれをギュッと締めてあげると要はこういうこっち方向に引っ張るのとこっち方向に引っ張るので安定するんですよね。こうぶれないんですよね。だからバイクに乗っていてもこうぶれないんですね。だからまずねこれがねすごく安定感があって快適なんですよ。これがまずいい点です。すごく考えられてますよね。で次にね、これ防水なんですよ。いきなりね雨が降ってきてもすぐ止まれないっていう状況も多いじゃないですか。でも防水なんで気にせずに走れるっていうところがやっぱりいいですよね。なのでやっぱりこう安定感がねあって防水でっていうところがバイク乗りにね最適かなと思います。もちろんスタイリッシュでかっこいいっていうのもあるんですけどね。でこのね、1号ショルダーバッグは見ていただいたら分かるんですけどもこれがねこういう感じじゃなくてねこういう感じなんです。シェル型なんですね。でこういうふうに広く開くんですよ。だからすごく便利ですね。でここにねフックがついてるんで、まあ、このフックを外せるんですけどフックがついてることによってこれ以上開かないので落ちることがないんですね。一眼レフね1台と、レンズ2本ぐらいは入るので十分な広さがあります。今カメラを一眼レフで撮ってるんで一眼レフは外したんですけども私がいつも大体持っているのがこの、ポケットカメラですね。DJI ポケット2です。でこれが、一眼レフの予備バッテリー2つですね。でスマートフォンこれは iPhone XR です。でモバイルバッテリーですね。であと財布でこれが、360度カメラですね。とあとこれが、レンズクリーナーですね。でこれが、モバイルバッテリーで充電するときに使う USB のケーブルです。で予備の USB カードですね。
で、これは iPad Pro です。まあ、これは普段持ち歩かないですけどね。ここ今だいたい iPhone を入れています。まあ、まだ十分余裕があるので、まあ、もう少し大きめのスマホでも入りますね。でここには13インチのノートパソコンまで入ります。 iPad Pro が入ります。で中ですね、中を開けるとこんな感じになってるんですよ。まあ、この服をね外せばこのぐらいまでガバッと開きますね。で、これね、今ここにこういうふうにしてるんですけど、まあ、このもう一枚あるんですけど、こういう中敷きがあって、中敷きでこういうふうに、組み替えて自分の好きな幅に調整して、カメラとかね入れるものによって工夫できます。またこれがね、こういうふうに折り曲げることができるんですよ。なので例えばこういうふうに下に入れておいて上にこう荷物を載せるとかいうこともできます。ここにもポケットがあって、ここにも2つポケットあって、まあ、こういうレンズキャップ入れてますけども、当然フィルターとかね使えることできます。まあ、ここにね4つあるんですけど、まあ、私はこの予備バッテリーを2つここに入れています。で私はこの USB ケーブルですね、ここに入れて、で予備の SD カードを入れてます。はい、で私はここに一眼レフを入れて、でこれを360度カメラとモバイルバッテリーを入れてます。で、ここに財布とこのポケットカメラを、で、まあ、ここには、このレンズクリーナーですねを入れて、あとこのストラップですね、ストラップの類をここに入れています。でね、これは優秀なのがここにねコインがついてるんですよ。これ緑で裏が赤なんですね。で、一眼レフのこの予備バッテリーですね、まあ、これ例えばこれ使いますよね、交換しました、で古い使い終わった電池を入れました、だこれを赤にしておくと、で次使うのはこっちですよっていうのが分かりますよね。撮影ねしてバタバタしてる時ね、どっちやったかっていうのをね忘れたりすることもあるんですよ。まあ、なのでね細かいんですけど、ちょっとこういう工夫はすごくありがたいですね。またこれコインなんでね、三脚のねネジをこう止めたり、ね、するのに便利なんですよね。わざわざ小銭をね出さなくてもいいんで便利です。ここにはねだってサングラスを入れることができます。でカチャッと、でここがね硬いので、サングラスがね、まあ、押されて潰れるとかっていうことがないので、そういう心配がないので、これはすごく重宝しますね。うん、あとここにですね、フックがあって、まあ、こういうねストラップがついているので、まあ、ここにねフックをつけて、三脚を積むことができます。あとねこのストラップも優秀で、これ片手でねこうやって伸ばしてグッといきます。これすごく便利ですね、簡単に。でここにはねサイド両方ねペットボトルとか入れたりできるんですね。
まあ、例えば私はよくこういう三脚とかをね、ミニ三脚とかも入れて、これがなかったらグラグラしたりね、ペットボトルでも落ちたりするじゃないですか。こうね、フックでかけてこういう風にしとけば落ちないんで、それはこっちにもあります。まあ、私はね、ミラーレスの、一眼レフなんでコンパクトなんですけど、フルサイズであってもね十分入るので、あとここにもね、ポケットがあります。でここもね、金具でこう動くので、いろんなね、体格の人に合わせることができると思います。かなりね使い勝手いいですね。これね取っ手もついてるんでね、持ち運びもできますし、旅行のバッグのね、どこに引っ掛けてっていうこともできますね。このクッションもいいですしね、一応ファスナーは YKK です。かゆいとこにね手が届くっていうかね、それがすごく考えられてるバッグですね。 PGY テックのマンゴーショルダーバッグ、いかがだったでしょうか。本当にねこれスタイリッシュで機能的でね、ツーリングにね、もう最適なショルダーバッグだと思うので、まあ、気になった方はね、ぜひねショルダーバッグ活用してみてください。まあ、私もねこれを使って奈良のいいところ、奈良以外にもですね巡っていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。